はい、どうもこんにちは。これはね、なんかまた問題になってんですかね。フジロックがね、まだね落ち着いてないって、フジロックがざわついてるのに、また今度は別な音楽フェスが炎上しちゃってんですね。波物語って言うんですね。波物語っていうフェスなんですか、名古屋ですかね、名古屋、愛知県か、愛知県で開催されてるんですね。愛知県の常滑市っていうんですか、国際展示場っていうんですかね、愛知スカイエキスポ、多目的広場で野外ステージで開催されたっていうフェスですかね。まあ、で、ジブラね、有名なね、ヒップホップアーティストですけどね、ジブラがね、キングギドラってね、昔いたね、その中の一人で。もう重鎮ですよね、ヒップホップが、ね。悪そうなやつみんな友達みたいなね、あの、ジブラです。それが、ジブラが誤ってたと。そもそも出演すべきではなかったという意見が、ごもっともだと思いますと謝罪したと。確か、名古屋出身の AK69 とかも誤ってたんですよね。般若。結構でもみんな悪そうな人たちですね。うん。バッドホップ。ああ、悪そう。野外ステージで開催された同フェスについて、感染対策が十分に撮られない写真など SNS を中心に広がり、まあ動画もなんかいろいろ拡散されてるんですよね。ジブラは昨日の波物語、県のルールに則っていると聞いたので出演しましたが、開けてみたら危険な状態でした。会場に向かう最中 SNS で会場の写真を見て、すぐにスタッフに連絡をし、司会からマスクの着用を徹底させるように伝えましたと経緯を説明。続けて自分の事務所スタッフが消毒液を配布しながら会場を回り、自分のステージでも注意を促しましたが、そもそも出演すべきではなかったという意見、ごもっともだと思います。国民の皆さんに多大なご心配とご迷惑をおかけし、ヒップホップシーンを牽引する立場としても責任を感じます。誠に申し訳ありませんと謝罪した。まあ今やね、娘さんがね、20でね、人気者になってますからね。ちょっとね、ね、ちょっと人と人の道に外れたようなことはね、まあ、最近はちょっとジブラさんは避けてますよね。こうあれですかね、みんながなんかいろいろ言ってるんですよね。大村知事も怒っちゃってるんですね。今後は施設使わせないって怒ってるんですか。大村知事は会見で29日まで2日間、愛知県、酒の提供も行われた模様なんですね。やっぱね、酒ね。もうみんなベロンベロンだったってことですね。イベントの開催に先立ち、主催者に対してソーシャルディスタンスの確保などが安全防止対策を徹底することや酒の提供の自粛を求めていたということですが、インターネット上の動画などを確認したところ、感染防止対策が不十分なまま酒の提供も行われた。全部めちゃくちゃじゃないですかこれ。大村知事は事前に強く要請したことが守らなかったのは極めて遺憾だ。まあね、緊急事態宣言なってますからね、愛知もね。主催者などは厳重に抗議の意を表したいと述べ、今後このイベントに主催者は県の施設などを利用させない考えを示したってこと。何をやってんですかね、これはね。酒も提供された観客も密になっていたため、大村知事は主催者に抗議する方針。ステージ上では人が集まって密状態になっています。緊急事態宣言発令中の愛知県、よくやりますね、でもね。日本最大級とはヒップホップ R&B の野外フェスなんですね、うん、これでもフジロック以下ですよね。本当やってることはね、フジロックなんてもんじゃないですよね。ハイボールとレモンサワーという文字が書かれています。お酒を販売していますと。会場では酒を飲んで騒ぐ人、マスクをつけない人の味がこちらで確認できます。めちゃくちゃですね。愛知県ってすごい県ですね。あのトリエンナーレでしたっけ。トリエンナーレってね、あの表現の不自由ってもね、すごくね騒ぎになったしね。であと、まあ名古屋のね、河村市長もね、大村さんをねリコールでね追い出そうとしたら、実はね、あの何ズルしてたとか、まあ最近だったら金メダルかじったとかね、いろいろやってますけどね。これはでもまずいんじゃないですか。これも確実にここはクラスターになって感染してますね。確実。これはもうやばいんじゃないですか。もうフェスはもうしばらく全部できなくなっちゃうんじゃないですかね。これがね、とどめじゃないですか。いや、もう本当にひどい話だと思います。ではでは。